続いてはこちらです。この時期は食中毒に特に注意が必要です。長野市の小学生が予防の基本となる手洗いを親と一緒に学びました。子どもたちが覗いているのは石鹸で洗った手。ブラックライトで照らすと洗い残しが白く見えます。意外に洗えてないと思った。さっきは全然洗えてなくて真っ白だったんですよ。でもちょっと全体的に綺麗になるように気をつけてやってみると、時間を長くするだけでもだいぶ綺麗になってて、それのところがびっくりしました。長野市保健所が食中毒が増える夏場に合わせて開いた予防教室です。厚生労働省によりますと、去年の細菌による食中毒の発生件数は6月から急激に増加、9月までは多い傾向にあります。細菌性の食中毒が非常に多い季節になってきております。ご家庭で細菌性の食中毒を起こさないように気をつけていただきたくて、手洗いが特に目に見えて菌の残り具合というところが今日はよく見えたので、手の洗い方は今まで以上に気をつけなければいけないなというふうに。結構シワの部分とか、県は昨日注意報を発表し、食事をする際は手を洗う、調理後すぐに食べることなどを呼びかけています。